こんにちは、マイファームの勝又です。今回は8月に植えられる野菜の一つ、大根の育て方について紹介していきたいと思います。まず大根の紹介をしていきたいと思います。大根はアブラナ科アブラナ属に属しています。発芽適温は15度から30度で、生育適温が15度から25度になります。春と秋と2回栽培することができます。品種にもよりますが、春巻きの場合は3月から4月ぐらいに種まきをして、だいたい6月頃の夏前に収穫をすることができます。秋巻きの場合に関しては8月下旬から9月ぐらいに種まきをして、だいたい10月から12月ぐらいに収穫をすることができます。種まきから収穫まで2ヶ月から3ヶ月ということで、野菜の中では割と早く収穫をすることができます。育てやすい野菜なので、家庭菜園で初心者の方にもおすすめになってます。なので、ホームセンターなどに行ってみると、いろんな品種が置いてあるかと思うので、自分で栽培したい品種を探してみて、買ってぜひ挑戦してみてください。ちなみにマイファームが発行している作る通信という野菜作り雑誌では、毎月その月に植えられる固定種の種が3つ付録としてついてきます。8月の付録の種の一つが大根です。概要欄にリンクも貼ってありますので、興味のある方はぜひ見てみてください。大根を植えるまでの畑の準備に関してですが、大根やっぱりこう地下にできるということもありますので、結構深めに柔らかく耕してあげるというのが大事になってきます。その際に石などがあった場合は覗いてあげるといいと思います。特に写真でなんかこう根っこが2つ分かれているようなものなど見たことあるかと思うんですけれども、そういったものは未熟な堆肥を入れた後にそこにこう当たってしまうと、そんな形でまた根と言われる大根ができてしまいますので、完熟した堆肥をしっかりと使って畑の準備をしてあげるというのが大事になってきます。また石にぶつかるとそちらもまた根の原因になりますので、しっかり除いてあげることが大事になってきます。続いて種のまき方に関してですが、大根は地下にできるものということもありますので、移植という作業はしないです。なので直接畑に種をまいてあげてください。だいたい深さ1センチほどで、穴を開けてあげていただいて、そこに種をまいて上からしっかり鎮圧をしてあげます。1箇所にだいたい3粒から4粒ぐらい種をまいて、その後間引きという作業をしていきます。種をまく時の株と株の間は15センチで、また上間という上と上の間もだいたい15センチから20センチぐらいで開けて種をまいてあげます。栽培管理ですが、本葉が出てきたら1回から3回ぐらいに分けて間引きという作業をしてあげます。なので1箇所に3粒から4粒ぐらい巻いている場合に関しては、2回から3回間引きという作業をして1箇所1本立ちにしてあげます。大根は虫には割と強いんですけれども、やっぱり秋口っていうのは虫が多い時期になりますので、しっかりこうネットをかけて葉っぱが食べられないようにしてあげるというのが大事だと思います。やっぱりその葉っぱが食べられてしまうと光合成がこうできなくなって、大根自体が大きくならないということもなってしまいますので、葉っぱは極力食べられないようにしてあげるというのがいいと思います。収穫に関してですが、種をまいてからだいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいで収穫になります。また収穫の目安に関してですが、外の葉っぱをしっかり見てあげます。で、この葉っぱがこうまっすぐ立ってる時は収穫がまだ少し早い時期になるんですが、こう葉っぱがだんだん開いてきた時は収穫できるよというサインになりますので、そうなってきたらこう大根を抜いてあげるといいと思います。また、大根の首の部分がこうだんだん地面の上に出てきますので、そうなってきたら収穫のサインというような形になります。また収穫する適宜を逃してしまうと、水入りといって
中にこう筋が入ってしまうような形になりますので、素入りする前に早めに収穫してあげるのがいいと思います。以上で大根の栽培に関して説明を終わりにしたいと思います。大根は初心者の方でも割と作りやすいものになりますので、ぜひ皆さん挑戦して作ってみてください。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに、農業についての様々な情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回も楽しみに。